山奥の静かな村。そこに響く音は、川のせせらぎ、森のざわめき、鳥の歌、虫の鳴き声、そしてこの世ならざる、怪異。異界から漏れくる声は、野山に混じり、人を蝕み、ついには連れ去ってしまう。ほら、耳を澄ましてごらん。聞こえるかい？彼らの声が。私は白川ゆり。私は V でもチューバーでもない。私は、音の国の神の、末期浄化に協力してほしい。もう、この街には残された時間がない。そうだな。私を外に連れて行ってくれ。それから話そう。これはこの国の虫の鳴き声か。かつては素敵な場所だったんだな。この音の奥に怪異が隠れている。怪異の汚れは音を汚す。そのためには君の協力が必要だ。気づかないのも無理はない。この国の民は聴覚が鈍いらしいから。とはいえ、汚れた音が聞こえなくても汚れの影響は受けるはずだ。心身の不調とか、奇妙な現象とかに心当たりはないか？協力してくれる、ということだね。よろしい。その音が汚されているようだ。聞こえているぞ。そんなことをしても無駄だ。電二通は、音の国の神なら、誰でも持っている能力だ。
浄化を始める前に道祖神に挨拶しておくといい。早い話がゲームのセーブみたいなものだ。君がそれを知る必要はない。許しが出たぞ。怪異に襲われているような状況でなければ、私を連れてくることと、十円玉を持っていることが必要だ。覚えておくといい。